新しいキャラを作った。でもあんまりなんか1個目のあれよりその情熱は注げてない。結構そのランダムで選んで、まあこれでいいかなっていう感じでちょっと妥協しちゃったあれがあるね。どうも俺が作るとね、まあこういうキャラになりがちなんだけど、なんか声と合わないんだよね。いおりがカプって量を飲む。喉の悪かな、わずかな動きが色っぽかった。なるほど、いおりは絵になるね。なんだいそれは。合わないな、声が合わないな。もう俺の完全な趣味に走っとるから合わないんだ。ダメだな、こんな場所がよく似合うと思ってさ。こいつ成人してんの？それに驚きだわ、普通に。意外だなぁ。俺は医者に今お酒はあかんって言われてるから飲めない。まあ飲んでればそのうちなるっていうしさ。ささ、もういっぱい。確か肝臓のなんか酵素がなんか増えんだろ？確か、まあけどお酒はほどほどに方がいいですよ、体壊すからね普通に。マジで飲み方を覚えるものだよ。声が絶望的に合ってないな。キャラは可愛いんだけどな。否定はしないかな。よりが酔ってみた、酔って言ったって酔ったところを見てみたいかも。嫌だった？嫌でもある。私は嫌な相手がプライベートで飲むから、私は主体性のない女だ。さよか。よかった。じゃあ俺はイオリから、イオリの好みから外れていないってことだな。好みは可能かわからない。私は自信のある男性だ。芯がすっきりしとんね、ほら。芯がしっかりしとんね、この子は。意外だなぁ。いおりは倒ってくれる相手の方が好みかと。確かに、私は頼られたいと思っている。引っ張られるより、引っ張ることが多い。しかし、常に頼られてばっかりというのは残念だ。そんなことは好きなのかな。マジか。なるほど、なるほど。次はご主人様の番。どういう女性が。うぶな子だな。そうだな、真面目でうぶな子かな。ああそうか、だろう。そういう子を俺の好みに導いていくのがいいんじゃないか。知らんけどな。え、そうかな。もう半分は優しさやろ。まあ多分序盤はね大丈夫やと思うんですよ。じゃあこの辺で、失礼します。はい。